ーク引退表明ゼロ。他球団からは今季引退する選手が続々と発表される中、カークは残り15試合の時点で引退表明はゼロ。去年は戦力外と思われた選手の大半が残り、支配下登録枠が埋まりすぎて途中補強がしにくいという問題が発生しただけに、カークファンからは世代交代や血の入れ替えを求める声。投手足ともに引退して世代交代した方がいい選手が複数いる。まだ順位が確定してないから引退発表がないのか、誰も引退しないのか。他球団は青木、福岡田、増田、秋山など大物が引退表明してる。正直はこれで世代交代してほしい。田中康介は超内野安打で約3ヶ月前にヒットを挙げた。選手だけでなくコーチの血の入れ替えは必要。松山に引退されても代打で出てきて野手間出せるのはうちには松山しかいない。自発的引退と引退勧告受理合わせて 20% ぐらい。枠がないと助っ人の途中補強がしにくい。今季オフにマイケンマメジャーから日本に帰ってくる可能性もある。新井さんがアラフォーで復活したからベテランに甘いのかもね。自分ができたから選手にも期待してしまってきな。強靭な肉体でしのぐと練習したから他のベテランも同じことできるならいいけど。引退ブーストがあったら9月の失速を防げた説。戦力外通告の候補は曽根、宮沢、高橋、戸根ら。あとは手術した選手の育成落ちとか。昨年の一応からいかに潔かったかかかる。ここまで順位争いに詰め込むと引退表明しても引退試合できない。引退はまだしも他球団と比べて圧倒的に温情すぎる戦力外の少なさがやばい。自分だったら自分からやめない。まだ40歳前、家族、子供がいる。お金は絶対に必要だ。1年でも2年でも続けるのは当たり前ですよ。引退報告受けても新井監督が優勝を花道にしようと黙らせた可能性もある。新井監督の現有戦力を大事にする方針はメリットとデメリットがある。3連覇選手に引退勧告するかどうか、新井監督は決断を迫られている。